はい、じゃあ文献紹介ということで、このマルチターンレスポンスセレクションフォーチャットボッツ with ディープアテンションマッチングネットワークということで、鈴木が発表いたします。これが文献情報です。 ACL アンソロジーに載っている論文です。概要です。対話文脈を用いて応答候補から応答を選択する対話モデル DAM というものを提案しています。この DAM はトランスフォーマーをベースにして対話文脈を考慮する手法であります。手法です。また発話内のセルフアテンションと発話と応答のクロスアテンションから返答を選択していきます。応答選択タスクでこの時のステートオブジェアートを達成しています。背景です。応答選択というものは用例ベースの対話システムで重要な役割を持っています。その他の利用法として応答生成の自動評価やがんの識別器としても用いられています。また文脈と応答をまたがって異なる流度で一致したペアを捉えることが有効であるということが先行研究から分かっています。ただしこれは RNN では学習コストが大きいという問題があります。そこで筆者らはトランスフォーマーをベースに拡張したものを作ってこれの学習コストを解決しつつ異なる流度で一致したペアを捉えるというモデルを構築しました。はい、これが提案モデルのディープアテンションマッチングネットワークの全体図になります。まずインプットから、次にプレゼンテーション層に入ってそこから、マッチングする、ペアのデータを得てそこから、この集約する 3D のマッチングイメージ Q というところで集約してやっとマッチングスコアを算出するというような構造になっています。このモデルのアテンションは大きく分けて2つの役割を持っています。1つ目がセルフアテンションで、こちらは階層構造にすることで異なる流度で意味構築を表現しています。またクロスアテンションでは文脈と応答の依存性というものを捉えています。まずリプレゼンテーション層の説明に入ります。これが全体的に使われるアテンティブモジュールで、式がこちらの風に表されています。そしてリプレゼンテーションはこちらの2つの式で表されていて、まあ、基本的にこのアテンティブモジュールというものはトランスフォーマーのようなものを使っています。ここでリプレゼンテーション層ではこのアテンティブモジュールというものを2つ使って複数流度での意味表現を獲得しています。で次にマッチング層の式がこのようになっていて、この上の方がセルフアテンションでのマッチングの、マッチングスコアというとちょっと語弊があるんですけど、まあ、一応マッチングの値を出していて、それとは別にクロスアテンションではこちらのアテンティブモジュールの値を使ってクロスアテンションでのマッチングの値というものを出しています。そして集約層が各発話と応答にわたって全ての部分一致というものを3次元に集約しています。その式がその辺がこの2つの式で表現されていて、それぞれにセルフアテンションとクロスアテンションの先ほどのスコア値を入れています。でマックスプーリングによる2層 3D 畳み込みというものを利用してマッチングの特徴を得ます。その後単層パーセプトロンを介してマッチングスコア G を計算しています。でまたロスがこちらがスコアの計算の式で、こっち側がロスの計算式になります。はい、で今回使っているデータセットの説明です。今回使っているのは大きく分けて2つあります。1つ目が Ubuntu Corpus というもので、 Ubuntu Forum の複数回の対話というものが含まれたデータセットになります。このうちテストセットというのが5万文脈あって、その各文脈に正しい応答1つが含まれた10応答の選択肢があります。基本的にこの Ubuntu Corpus を使ったタスクというのが、10個の選択肢の中から正しい応答1つを選択していくというタスクになります。でもう1つのコーパスが同伴カンバセーションコーパスというもので、中国の SNS から収集されたデータセットになります。テストセットは1万文脈ですが、構成は基本的に Ubuntu Corpusと同様になっている、なっています。で実際にこのタスクを行ったのが次の実験結果になります。でこの時、こちら上の部分が、ベースラインのモデルになります。でこの真ん中の部分が、今回提案されているダムのスコアで、この下がそれぞれダムファースト、ダムラストというものが、
複数流度の、意味表現を得ることの有効性を得るために、意味表現層の最初の部分だけを使ったものと最後の部分だけを使ったものというものがこのダムファーストとダムラストになります。で次にダムセルフというのがセルフアテンションクロスアテンションを使わずセルフアテンションだけを用いているもので、ダムクロスが逆にクロスアテンションだけを使っているものの値になります。で、まあ、このスコアを見て分かるようにやっぱりこの全部組み合わせたもの、提案されているダムというダムの値が基本的に一番高いスコアというものを示していることが分かります。はい、まとめです。対話文脈を用いて応答候補から応答を選択する対話モデルダムというものを提案しました。複数流度での表現を集めるためにセルフアテンションを階層構造にして使用しています。また発話と応答の依存性というものをクロスアテンションで捉えています。筆者らは2種類のアテンションというものが話し言葉の理解など他の対話以外の他の研究分野にも役立つ可能性があるというふうに言っていました。以上で発表を終わりにします。